国指定名勝史跡となってますね。東京大学小石川植物園、東京大学大学院理学部系研究科理学植物園となってますね。あ、やっぱりすごい大きいね。日本語だねからここまで1キロ以上ありますね。園内もあちらから平沿いに入り口700メートルですね。こちらでしたね。で、一応本日の目的のですね、小便はこちらにあるという感じで、また日は改めてこよう。ああ、違うね、やっぱりな。ああ、違うな。おー、広大だね。ユリアンにぴったり、閉門するとコロナ禍で出られないんで泊まるしかない。しかもコロナ禍にはどういう動物が住んでるか分かんないなんていうことになりましたね。これはもう何がなんでも今3時半なんでね、1時間以内で見物して帰らないとダメな。うん、しかし他の植物園と比較すると圧倒的に怖いね。大きな、100年以上経ってるもんね。アルバサツキあって、そうか、今自分の頃かサツキは。中でも違う、高さ30メートルあるね。でカニが来たこれはなかなか見かけないじゃない。これが一年中来れるね。現在地63だからこの先か。半抜き萩、これはユリの木か。ユリの木だって。イチョウと これは死んだよ。ここ大すぎて、とにかくこの中歩いてると30分1時間ではね、回るけんね。あ、そうなんだ。大好きだ。ああ、咲き出したな。いろんな種類があるからね。日本の代表的な花だね。
おい、勝負はどこじゃ。おお、倒木来たのがいいね。おお、あそこだ。出てきた。おお、綺麗だな。あそこにあるわ。